お世話になっております、マサルです。今回はグレップと正規表現について一緒に勉強していきましょう。 Linux コマンドで検索といえばグレップコマンドです。グレップコマンドは正規表現と組み合わせることで柔軟な検索ができるようになります。最初は正規表現が難しく感じると思いますが、一緒に勉強していきましょう。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。それでは最初にグレップコマンドからお話ししていきます。グレップコマンドはテキストの中から指定した文字列を探すコマンドです。例えばグレップルートスラッシュ ETC スラッシュパスワードというコマンドを実行した場合、パスワードファイルの中からルートを含む行だけを表示してくださいという意味のコマンドになります。では早速グレップコマンドを使ってみましょう。まず事前準備としてキャットコマンドを使ってパスワードファイルの中身を表示してみたいと思います。キャットコマンドはファイルを表示するコマンドなので、ファイルの内容をすべて表示しています。では次にグレップコマンドを使ってルートを含む行だけを表示してみたいと思います。グレップルートスラッシュ ETC パスワードファイルですね。実行します。ルートという文字列を含む行だけが表示されていますね。これがグレップコマンドの一番基本的な使い方です。それでは次に正規表現について勉強していきます。先ほどの実行結果を見ると、グレップを使ってルートを含む行を表示しましたが、その結果ルートの行と KC インターナルの行が表示されましたよね。これはそれぞれの行の中でルートという文字列が含まれていたためです。もし行頭にルートという文字列が存在する行だけを検索したい場合は、正規表現を利用します。正規表現はいくつもあるので、今回は基本的なものだけ紹介したいと思います。まずはハットです。ハットは行の先頭を表す正規表現です。例えば、ハットルートと指定すれば、ルートで始まる行だけを表示することができます。では、実際にやってみたいと思います。グレップハットルートスラッシュ ETC パスワードファイル。このコマンドはグレップコマンドで、行頭にルートという文字列を含む行をパスワードファイルの中から表示してください。そんな意味のコマンドになっています。それでは実行します。ルートという文字列が行頭にあるものだけが表示されましたね。ではここでシングルクォーテーションについて説明したいと思います。正規表現を利用するときはシングルクォーテーションを使って検索条件を囲むことが推奨されます。つまりシングルクォーテーションハットルートシングルクォーテーションのように検索条件を指定するということですね。ではキラコダ環境でこのシングルクォーテーションを使って実行してみたいと思います。先ほどの検索条件をシングルクォーテーションを使って囲んで実行します。先ほどと同じ結果が出力されると思います。同じ結果になるなら、どうしてわざわざシングルクォーテーションで囲むのか疑問に思った方もいると思います。どうしてシングルクォーテーションで検索条件を囲むのかというと、シングルクォーテーションで囲まないと実行環境によってはエラーになってしまう可能性があるからです。逆に言うと、シングルクォーテーションで囲んであげれば、どんな環境でも確実に検索をすることができます。これは少しややこしい話なので、図を使って説明します。まず、シングルクォーテーションで囲まない場合から説明します。コマンドは前から処理されていきます。グレップコマンドの部分で、これからグレップコマンドを実行するんだなとシステムは理解します。その次に、ハットの記号がありますが、このハットは正規表現としての意味以外にも、履歴を展開するという別の意味を持った記号でもあります。
つまり実行環境によってはグレップコマンドの後ろで履歴展開するという別の処理が発生してしまうことでエラーが発生する可能性があるんですね。なのでエラーを起こさずに確実にグレップコマンドに検索条件を渡すためにシングルクォーテーションで囲んであげます。シングルクォーテーションで囲んであげるとグレップコマンドに対してここからが検索条件を表していますよと確実に伝えることができるんですね。どうでしょう、初めて聞くとちょっと分かりにくい話ですよね。簡単にまとめるとグレップコマンドは検索条件をシングルクォーテーションで囲むようにしましょう。その理由はシングルクォーテーションで囲まないと正規表現で利用するハットなどの特別な記号が別の意味の記号として処理されてしまう可能性がありエラーになってしまう可能性があるからです。では次に別の正規表現のパターンも試していきたいと思います。次は任意の一文字を表すドットです。実際に動かしてみましょう。グレップシングルクォーテーション R ドットドット T シングルクォーテーション検索したい対象のファイルとしてパスワードファイルを指定します。このコマンドはグレップコマンドを使って R から始まって任意の文字が2文字存在してその後に T が存在する文字列を検索してください。検索対象はパスワードファイルです。このような意味のコマンドです。 R..T なのでルートはもちろん検索対象に該当します。もしファイルの中に root や r8ct などこのような文字列があった場合も検索対象に該当することになります。ではコマンドを実行します。ルートという文字列を含む行だけが検索されて表示されましたね。これが正規表現ドットの使い方です。ドットは任意の一文字を表します。それでは次の正規表現です。次はドルです。ドルは行の末尾を表す正規表現です。これも早速使ってみたいと思います。グレップシングルクォーテーションバッシュドルマークシングルクォーテーションパスワードファイルを指定します。このコマンドはグレップを使って検索してください。バッシュという文字列が行の末尾にある行を検索対象にします。パスワードファイルから探してください。このようなコマンドになっています。行の末尾にバッシュという文字列が存在する行が検索されています。正規表現のドルは行の末尾を表すことを覚えておきましょう。それでは次の正規表現に行きます。次は角括弧です。角括弧は指定した文字のいずれかを表す正規表現です。例えばグレップシングルクォーテーションハット括弧 R 小文字 R 大文字 B 小文字括弧シングルクォーテーションそしてパスワードファイルを指定するとグレップコマンドを使って検索してください。行頭の文字が括弧の中で指定したいずれかの文字に当てはまるものをパスワードファイルから探してください。このような意味になります。では実行してみましょう。グレップシングルクォーテーションハット括弧 R 大文字 R 小文字の B 括弧で閉じてシングルクォーテーションも忘れず入れて検索対象のファイルを指定して実行します。行頭が小文字の R そして小文字の B のものが表示されていますね。括弧は指定した文字のいずれかを表す正規表現であることを覚えておきましょう。最後はアスタリスクです。アスタリスクは直前の文字の0回以上の繰り返しを表す正規表現です。実際に使ってみたいと思います。グレップシングルクォーテーション R O アスタリスク T シングルクォーテーション検索対象のファイルとしてパスワードファイルを指定します。検索パターンは R という文字があってその次に
O という文字が0回以上繰り返されて T が続く文字を検索対象としてください。検索対象はパスワードファイルです。このようなコマンドです。アスタリスクが正規表現として出てきた場合は前の文字とワンセットで考えると分かりやすいです。今回の場合 O とアスタリスクがワンセットです。 O という文字が0回以上続く場合なので O がない場合でも良いですし、 O が1回、2回、3回と何個あっても条件を満たします。 O はいくつあっても構いませんが、その次に T がある文字が検索対象になります。では実行してみましょう。実行した結果がこちらです。 R から始まって O が0回以上続いて T になっている文字列が検索対象として表示されています。ちょっとアスタリスクは分かりにくいので別の表を使って説明します。 R、O、アスタリスク、T の正規表現でどれが該当するのかを表した表です。 R、T は R から始まって O が0回で T が存在するので検索対象としてマッチします。 R、O、T は O が1回で T が存在するので検索対象にマッチしています。 R、O、O、T も O が2回で T が存在するので検索対象にマッチします。 O、アスタリスクは O が0回以上続くという意味なので O がいくつあっても検索対象にマッチします。しかし R、X、T はR と T の間に O がないのでこれは検索対象にマッチしません。そして R、O、B、O、T も R の後ろに O がありますが次が B という文字なので検索対象にはなりません。どうでしょうか。正規表現のアスタリスクイメージできましたか。アスタリスクは直前の文字とワンセットであることを意識してもらうと分かりやすくなると思います。それでは最後に穴埋め問題を使って今回学んだ内容を振り返っていきましょう。グレップコマンドとはどんなコマンドだったでしょうか。思い出してみてください。グレップコマンドとはテキストの中から指定した文字列を探すためのコマンドですよね。そしてグレップコマンドでは検索条件を指定するときにシングルクォーテーションで囲んであげることが推奨されます。ではシングルクォーテーションで囲まないとどんなことが起きるでしょうか。シングルクォーテーションで囲まないとエラーになってしまう可能性があります。ハットという記号は行頭を表す以外にもいくつかの意味を持っています。ハットの意味を行頭以外の別の意味でシステムが捉えてしまうとエラーになってしまう可能性があるので検索条件はシングルクォーテーションで囲むようにしましょう。次に基本的な正規表現について答えてください。ハットはどんな意味の正規表現でしょうか。ハットは行の先頭ですよね。ではドットはどのような意味の正規表現でしょうか。ドットは任意の一文字ですよね。ではドルはどんな意味の正規表現でしょうか。ドルは行の末尾ですよね。では括弧はどんな意味の正規表現でしょうか。括弧は指定した文字のいずれかですね。では最後アスタリスクはどんな意味の正規表現でしょうか。アスタリスクは直前の文字の0回以上の繰り返しですよね。皆さん全問正解できましたか。今回はグレップと正規表現について一緒に勉強しました。検索条件をシングルクォーテーションで囲むという意味や正規表現に関しては最初なかなか理解するのが難しいと思いますがキラーコードなどを使って動かしながら勉強してみてください。きっと楽しく感動しながら勉強できると思います。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加できます。こちらは2025年7月のスケジュールです。 Linux の勉強会はもちろん CCNA の勉強会、セキュリティの勉強会など様々なイベントをやっています。勉強仲間を作りたいという方はお気軽に参加してみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。